そんな、ギリル特戦隊。行くぞ。はい。出ろ。父さんが義乳に？え、違う。義乳が父さんになって？あ、すみません。どうか父さんをお願いします。ピクーヌ！バーター！グルダゲニューナハラテギリル特戦隊。力がみなぎってくるぞ。俺がベジータと、あとの枠の分け目にすれば、お前たちがじゃんけんで決める。そりゃないですよ、ゲニュー隊長。ずるいっすよ。うるさい！おい、グルド！お前はフリーザ様にドラゴンボールをお届けしろ！フリーザ！わかりました。なんか今日、隊長機嫌悪いな。すげえ。あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。でも、なんだか様子がおかしくないですか？父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきは、ギニュー。まだ、ギニューはここで戦うことはないので、歴史の改変が起きてしまっています。気を解放しろ！お？こいつは意外だったな。あのチビたち、戦闘力が1万を超えやがったぜ。そりゃあ面白くなってきた。バルン、自分でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい。確かに皆さん強くなってきました。父さん、ですがリニューとリクームの相手では厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って敵を倒してください。このベジータ様を舐めるな。やはり父さんからも怪しい気配が。父さんの力を始めるのはこのせいなのか。だから改変された歴史ではキミは父さんと合流する。どいつもこいつもチョコバカと。そうだったし、お前、また隊長のケーキ勝手に食べたんじゃないのか。食ってねえよ。だいたいこの間のも俺じゃないって言ってんだろ。嘘つけ。嘘じゃねえよ。お前、一体どんな鍛え方したらそこまで強くなるんだよ。